令和6年3月30日土曜日、黄砂が降る中、タケノコ探しと伸びる取りにやってきました。肝臓も少し取っていこうかな。去年3月31日にタケノコ、取ってる動画上げてるんですけど、今年は桜が咲くのも遅くてどうなのか様子を見に来ました。黄砂を降る中、マスクしてタケノコ掘りやっていきたいと思います。あった？あったみたいです、タケノコ。妻が第一タケノコ発見してくれました。この季節は見つけるのが楽しいんで、このちっちゃいやつを、さあ上手に掘れるでしょうか。今年こそは美しく掘り上げたい。あ、ちっちゃいね。まあ、こういうのは浅いから、うん、浅いから早いんで、うん、ね、多分、うん、すいません。あともう一個。ここですね。ごめん。今度こそは。お願いします。どっち？こうじゃない。うん、それでいいような気がする。旅の意見が聞きました。うん。まあまあ、いいね。あ、でもさ、箱物にしては大きかったね。大きいね。うんうん、いい。いいね。素晴らしい。妻ばっかり3個目。自分も探したいな。この足裏センサーで マスクしてると眼鏡が曇って、ない。根っこ。ナイス。あった。あったぞ。黄色いやつ、これ見つけ、はい、さあ
ホリホリタイムです。こうなんだ、こう頼むよ意外と深かったから気をつけないと、びっくりした。俺の見つけてどっちだ、これで小さいとか小さいとかっていうオチがあってもどっちかわかんねえ。これこうなってる気がする。こう、こっち、うん、こっち見てんだよな、こっちが積極に黒いのもタケノコでしたはい、今シーズン初タケノコ、まあ、思ったより大きいのが取れました。桜咲いてないけどタケノコは始まってます。あ、マスク苦しい。タラの芽はまだちょっとつぼみが出始めたばっかりぐらい。タラの芽、お、これもタラの芽、来週あたり取れるでしょうか。こうさ、もうやってる。桜のつぼみは膨らみ始めていますが、まだ一輪も咲いていません。伸びると肝臓を取りに来ました。まあ、この季節になってくるともう肝臓
この若草色っていうか大きくなってますんで、すぐにわかると思います。肝臓肝臓です。あとは伸びる伸びる伸びるはないか。これ伸びる。伸びるが良さそうかな。伸びる。え？昨日のシューマイの皮が残ってるんで、今日は伸びるのシューマイ作りたいと思ってるんですけど、ちょっと伸びるっぽいの粉が見つけました。お、ちょっと玉が大きくなってきました。暫定1位。お、あなた記録更新。お、あれさか知るん、はい、いいね。シューマイになります。どんな味になるの。タケノコも伸びるも見つけるの妻の方が上手です。そんなそんな。お、だからもう少しするとさ、子供がいっぱいできちゃうんだったな。うん、伸びる伸びる取るにはちょっと小さすぎた。肝臓でも積んで、伸びるは妻に任せておきたいと思います。はい、誰でも簡単にできる肝臓取りやってきました。この辺の平野部の肝臓はそろそろ終わりを迎えようとしています。山間部へ行けばまだまだこれから、美味しい肝臓取れると思いますけど、平野部はそろそろ硬くなりそうになってます。肝臓伸びるはこんな感じ。シューマイの具になります。はい、今日の目的はこれぐらいかな。十分達成されました。はい、それでは今日も料理が出来上がりました。厚物たけのこで作ったチンジャオロース、せいろの中では上の段がたけのこシューマイ。ちょっと乗っちゃいました。たけのこシューマイ見ますか。下に付いてあるのは肝臓、値段は伸びるシューマイ。美味しそうです。ちょっと2日続けてシューマイになっちゃいました。これは味が違うんで、昨日は餃子に、今日はタケノコと伸びるのシューマイ、そしてチンジャオロース。ではご賞ください。初物たけのこに乾杯。たけのこのチンジャオロース、はい、いただきます。
うん、やっぱりこの季節のタケノコは最高に美味しいです。タケノコシューマイつけて、いただきます。一口で、うん、タケノコのシャキシャキ感が美味しいです。そして味の味が強いんで、どうなるか、これも一口で。ロビルさん、いただきます。どれくらい入ってるの、ビル？結構入れたけどね。あの、玉にして10、あ、全体でね、うん、あとあの茎の白っぽい部分も入ってるから、うん、でもそんなに伸びるの、なんかあの、うん、うわってくるのはないよ。あ、やっぱ火通しちゃってるからかな、うん、甘くて美味しいよ。うん、うん、これは元気が出そうです。今日もご視聴ありがとうございました。グッドボタンよろしくお願いします。